平岩近義は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、徳川氏の家臣、上野国馬山橋藩、尾張国犬山藩主。官位は、十五位下、主計頭、徳川十六新将の一人に数えられる。三河後風土記の著者というが、著者不祥ともされはっきりしない。天文十一年、平岩近代氏への次男として、三河国抜方軍、 坂崎村にて誕生。徳川家康と同年であったことから、今川義元の人質時代から家康に付き従った。天文十六年、故障として、駿府に送られた。永六元年に売りする。家康の信任は、厚く、四河統一戦や東東海平定戦などで先行があり、家康の着難、松平信康が元服すると、その無役として、信康を補佐した。 しかし天正七年、織田信長により、信康の切腹が家康に要求されると、近吉は責任を自分が被り、自らの首を信長に差し出すことを求めた。しかし、信康の初段を防ぐことはできず、その責任を感じて、失去禁止する。後に、家康に許され、再び直進として復帰した。だが、信康切腹が信長の命令によるものという、通説には、 疑問点も多く、近年では、家康と信康の対立が原因とする説が出されている。天正4年12月、信長の命を受けた、家康の命を受けて、三河大樹寺にて、家康の母方の王子、水野信元夫子を中殺している。天正10年、本能寺の変で、信長が王子すると、家康は、天正11年までに開国を平定し、近い氏は、 家康の命令で、甲府城の築城を開始し、甲経営に尽力した。天正18年、小田原征伐で先行を挙げ、関東に違法された家康に従い、馬屋橋3万3000石を与えられた。関ヶ原の戦い後の慶長6年、再び海に戻り甲府6万3000石を与えられ、甲府城に在城した。慶長8年、 千年死んだ養子、松平千千代の弟である、徳川義直が二十五万国に封ぜられると、幼少かつ寸府にいる義直の森役、代理として回答地を行った。慶長十二年、義直が、尾張藩主に転ずると、義直の不我老として、尾張に移り、藩政を執行した。また、犬山藩主として十二万三千国を領した。 平和公園内の墓慶長16年12月30日、名古屋城二の丸御殿で死去した、去年70、近吉には死死がなかったため、平岩氏が断絶することを惜しんだ家康は、八王の松平千千千を養子師として与えていたが、千千王は、慶長5年に創生した。そのため自身の死後、犬山藩の所領は吉直に譲るように、遺言していたと言われる。 しかし、家康は、近吉の家系が断絶することはしかし、その子の母が近吉の子供ではないと誇示したため、大名家平岩氏は、慶長16年の近吉の死をもって断絶したまで、支配したとされる。近吉の一族宗の平岩氏諸家は、終わり藩氏となり湯気衆と呼ばれた。また、江戸後期では、姫路藩の過労職として存続し、 現在でも兵庫県等でその系統は続いている。この系統の家紋は丸に、右向きの並び弓。秀吉公黄金像よ伏見城追記の祝いの後、豊臣秀吉は、井い,い直政、本田忠勝、酒木原康政、平井は近い義に、歳末の衆議として密かに黄金を100枚ずつ与えた。直政と忠勝はそのまま黄金を排除して、家康には告げなかった。康政は、 どうしたら良いでしょうと家康に告げ、家康は、下したまわれたものは受け取るものだと言った。そして、近吉は黄金を受け取らず、真は関東暴行の身にて、その六を受け移植は常に足りている。今主君のたまわり者を貪っておいて、受け取ることなどできはしないと、黄金を使者に返し渡した。このように私欲がなく正直な心の持ち主であったので、家康は近吉を、 信康や義直の貢献としてつけ、蜂を、戦地を養子にしたのである。名将原公録、平井は平門、平井は近吉の弟はなお、平門と言った。ある時、彼は、坂木原安政と口論になり、少し傷を負ったところを駆けつけたそばの者に喧嘩を止められた。この時の近吉は、宿老で、安政はは各昇進であった。喧嘩の一件を聞いた近吉は、 安政は今は昇進だが、最自由官にして、上の御用に立つであろう、人欠だ。我が弟は人に切られる程度の者のゆえ、主君の御用には立たずに六を費やすものであると言って、弟は武道を止めさせて押し込め、安政は仕切りに取りなして昇進させた。果たして安政は、天下の英傑と勝利され、人は皆、近吉の指針のなさに感服した。 名将元広禄独万獣慶長十六年の徳川家康と豊臣秀頼の二上場での会見の直後、会見場で秀頼を護衛した加藤清正が休止する。それを受けて、誠しやかな独万獣暗殺説が交換ささやかれ、後に歌舞伎の題材にもなった。それによると、家康は会見場において、秀頼の毒殺を図り、意を受けた腹心の平岩近義は、 地高性の毒のついた針を刺した饅頭を自ら毒味した上で、秀頼に進めたが、それを刺した清正は自ら毒饅頭を食べてしまい、秀頼を守ったという。史実において、平岩も会見から9ヶ月後に死去している。また、この会見から2年ほどの間に、浅野義長、池田照正など、会見に参加した豊臣士恩子の大名が死亡しているが、 これらについても毒殺であるという憶測が立てられることがある。ありがとうございます。